デビルはオートバイ、自動車の消音機、エキゾーストパイプなど排気系の部品を製造するフランスの企業。創業以来、フランスのモータースポーツに深く関わってきた経緯があり、同社の製品はスポーツマフラーとして世界中で扱われている。日本ではデビル間の愛称で親しまれている。現在はイタリアの自動車部品メーカー OZ のフランス代理店に買収され、 デビルのブランド名のまま生産を続けている。以前より品質、性能が向上したと言われる。1966年創業、アルピーヌのワークスマシンにマフラーが採用される。自動車では、プジョーやシトロエンなど、フランス車での装着比率が高い。ツーリングカーレースで乗るのを12には全出しのデビルが採用された。オートバイでは、フランス川崎が、 レースに注力していた時期があり、そのイメージが強いことから、川崎社への装着が多く見られる。なお、特徴のある、重低音が着目され、暴走族車両に流用される事例も見受けられる。漫画、疾風伝説特攻のタクの登場人物、坂木達也の愛車である、GPZ900R 忍者は、デビルのマフラーである、ゴディエ・ジュヌーを装着していた。ありがとうございます。